はい、皆さんこんにちは、なおです。 PCR 検査の方をちょっと受けに行ってきます。ゲッツイッチハート第166話コロナ療養生活課長なお編。皆さん、新コロナの PCR 検査の結果陽性でした。PCR 検査の後めちゃくちゃ辛くなって、2日間ぐらい寝込んでました。はい。だいぶ症状が落ち着いてきたのでちょっとお話ししていこうかなって思ってます。症状としては熱でしょ。で、体の痛さ。これもすごかった。めちゃくちゃ痛くて寝っ転がってても痛くて全身が。すごくきつかった。とおかんもすごく寒くて布団の中に入ってる部分はいいんだけど少しでも足の先っちょが出たりとか手が出たりとかしたらもうそこがもう震えるほど寒くて本当になんていう何かあったかいものに包まれてないと本当に震えるぐらい寒いっていうのがあってすごく大変でした。マジで食欲がなくなったんよ。今までの風邪とか前になったコロナの時とか食欲はあったんよ。二口三口でもうお腹いっぱいみたいな感じになってて、やっぱこれだね、ポカリ、ポカリとあと固形物じゃないもの、ゼリーとかヨーグルトとかそういうのをもう常に枕元に置いといて補給してましたね。結構ね水分出なくて汗も思ってる汗出ないし、それこそね排出もされないし、なんていうの、それでも足りないぐらいどんどん放出してるから本当に思ってる以上に水分補給大事だと思った。マジでその一番ひどい時寒すぎるから冷たいポカリはダメだったから常温おすすめする。もし風邪ひいちゃったりしたら、ここにねずっと映ってるこれは俺の左膝。じゃあまた後でね。アディオス。レッツラゴー。食欲も湧いてきたので、ちょっと久しぶりに炭水化物いっぱい食べたいなと思ったんで、なんかご飯をね簡単にちょっと作っていっぱい食べていこうかなって思ってます。アルミジャンリッジャーノだったらいいのね。じゃん、雪降らせた。パスタマジ簡単でいいよね。一瞬で作れる。トマトはね、俺トマト嫌いなんだけどトマトソースは大好きなんだよね。変でしょ、よく言われる。でさ、まあコロナのこの療養期間というか隔離期間というかの動画じゃん。でも今回のコロナはね、早く食べろってね。うん、まず食べるわ。うん、うまい。で、まず今回のコロナはね、正直ね、前回のコロナより辛かった症状が前回よりちょっと重かったっていうか、熱がね、まず39度以上出て、もう本当に動けなくなっちゃって、だから本当に丸2日間は本当にずっとベッドに何もしないで過ごしてて、で薬もらったりするじゃん地方で。で俺体質的に薬がね、風邪薬とか飲むと薬疹が出ちゃうんだよね、じんましん体に。だから薬飲めないから解熱剤とかも飲めないから、そう、その本当に俺の体対ウイルスっていう感じで戦って、今勝利が確信したところでございますよ多分この療養期間が約10日間なんだけど、10日間で多分もう後半何日間かは、この数日間は多分全回復ほぼしてる状態だから、あの体の感じ的にはね。だから回復したら家でねできること、リアルピースのこととかいろいろね動いていかないといけないと思うので、
なんかもうさ、むしろ毎日動いてたからさ、リアルピースでなんか変な感じがする、もどかしいというか違和感というか、なんかなんだみたいな、もっと何してんの、あのみんなにまたね元気な姿で、ね、安心して会えるような環境でまた、ね、エンターテインメントしていきたいから、ちょっとねお待たせしちゃってるけど、最高のねエンターテインメントを届けるためにね今は休んでいるので、はい、もう今パワーめちゃくちゃ溜め込んで、これをまたねあのドバッと、おい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 、今お話ししてるのパワーチャージしてるので、今しばらく待っててください、お願いします、またね、あっぱれ。またしてもコロナにかかったわけでございます。良くなってきて熱も下がって、まあ、寒気が残ってるぐらいで、特にその他の症状は消えてきたかなというところで、まあ、あの油断はしないようにしながらこのままね療養を続けよう。結構寝たもんな昨日の夜だから、まあ、20時間ぐらい寝たのかな、だいぶ寝た、あのもうガンガンに暖房をつけて毛布と厚手の布団とビタミン剤と亜鉛のサプリメントとポカリ飲みまくってひたすらに寝た。頭も痛かった、でも良くなってきた。で、あの本当に完全に症状出なくなったなと思ったら、あのトランプ修行配信をしようかなと思うとりますんで、またその時はよろしくお願いします。うまい。うちのおばあちゃんがね、食べ物やら何やら送ってくれたのよ。食べて、寝て、水分取って、漫画読んで過ごしますよ。うまい。だいぶね落ち着いてきたからもののけ姫見ています。久しぶりにもののけ姫見ると楽しい。みんな無事かー。